ハビス・アマンダの拡大図、2010年撮影。ハビス・アマンダは、フィンランドの首都ヘルシンキにある女性のラタイ像。ビルレ・バルグレンにより1906年にパリで作成され、1908年にカールティン・カウプンキのカウッパトリに移動されて、現代に至る。ハビス・アマンダは、バルグレンがパリで創作した、アール・ヌーボー作品の一つである。ラタイ像は、銅で作成され、 その下にある噴水は、花崗岩製である。像は、海藻に立つ人魚の形であり、四匹の魚が彼女の足めがけて水を吹き出していて、人魚の側には足蚊が四体ある。人魚は後ろに持たれており、水に、さよならを告げるような光景である。バルグレンが人魚を、このように作ったのは、ヘルシンキの再生を示すためであった。 ラタイ像の高さは194センチメートルで、台座の高さも合わせると高さ5メートルになる。バルグレンの手紙によると、ラタイ像のモデルは、パリ出身で19歳の女性マルセル・デルキニである。バルグレン自身は作品を、メレンレートとだけ名付けたが、作品はすぐにあだ名を付けられた。スウェーデン系フィンランド人の新聞は、ハビス・アマンダと呼び、フィンランド人の新聞は、 ハービストン・マンタ、または単にマンタと呼んだ。小冊子や旅行ガイドでは、ハビス・アマンダと呼ばれることが多い。像は1908年9月20日に公開された。はじめは多くの批判、特に女性からの批判を受けた。像が裸であることとその色気が不適切とされたのだった。すべての団体が裸であること自体を批判したわけではないが、台座の上に置くことが、 女性の矮小化、性的対象化につながると批判されたのだった。バルグレンは自身を女性の崇拝者であるとみなしていた。小規模ながらスウェーデン系フィンランド人の支持者もおり、彼らの努力により作品は徐々に受け入れられ、やがて現代ではヘルシンキにおける最も重要で最も美しい美術作品とされるようになった。ヘルシンキ工業大学が2002年のバルプルギスの 夜に学生帽をハビス・アマンダにかぶせる様子2002年撮影。毎年のバルプルギスの夜、マンタはお祝いの中心となっている。現地の大学生たちは象に帽子をかぶせて遊んだ。ありがとうございます。